現在のオセチアオセチアの位置オセチア人の居住地域、オセチア、オセチアはカフカス地方の地域名。カフカス山脈中部の両線南北にまたがり、オセット人が居住する。オセチア人固有の言語である、オセット語では、イリストン。カフカス山脈により、北オセチアと南オセチアに2分され、属する国家も異なる。北オセチアは、 ロシア連邦の北オセチアアラニア共和国。南オセチアはグルジア共和国の南オセチア自治州だったが、1993年、南オセチア共和国として独立宣言し、南オセチア全土を実行支配下に置いた。ただし、その時は国連加盟国の中に承認国はなかった。その後、2008年8月26日に、ロシア連邦に承認される。 6世紀頃、現在のオセチア周辺にオセチア人が移住してきた。ただし、当時のオセチア人居住地は、現在のオセチア北東部を中心とした低地、丘陵地で、中心都市は、現在のイングウシ共和国のマガスだった。13世紀には、モンゴル帝国の支配下に置かれた。14世紀頃、オセチア人は、北方のジョチウルスの圧力により難化し、 山岳地帯に住むようになった。その後、オセチア人は、北オセチアでは、西方のカバルダ人、南オセチアでは、南方のグルジア人の支配下に入った。17世紀から19世紀にかけ、ロシア帝国の支配力が強まり、カフカス一帯が、ロシア帝国に編入された。1944年、スターリンによりチェチェン人とイングルシ人が、中央アジアへ強制移住させられ、 チェチェンイングー支持地共和国が廃止された。この時、チェチェンイングー市西部が北オセチアに編入された。これが現在に至るまで北オセチアの領域となる。ありがとうございます。